8.25プレミアリーグ第1節サウサンプトン1エ n フォレスト。プレミアリーグは24日、第2節を開催した。ノッティンガムフォレストは敵地でサウサンプトンと対戦し、1対0で勝利した。日本代表 DF 菅原幸成は2試合連続の先発出場で後半27分までプレーした。写真、可愛すぎて悶絶、金メダル、新しいジャケシャカと、 大物歌手が日本代表ユニ姿を披露開幕節でニューカッスルに0対1で敗れたサウサンプトンと同節をボーンマスと1対1で引き分けたエヌフォレスト今季初白星を狙う両チームの対決は立ち上がりからアウェーチームが攻勢に転じたエヌフォレストは前半7分右サイドから攻撃を仕掛けると MF ラム・ハドソン・オドイのスルーパスで DF ネコ・ウィリアムズがペナルティエリア内に侵入 角度のないところからシュートを放ったが、ここは GK アレックス・マッカーシーのセーブにあった。さらに N フォレストは前半16分、左サイドを抜け出した DF オラ・アイナのクロスに FW ・クリスウッドが頭で合わせるも、シュートはマッカーシーの正面。同24分には MF ・イブラヒム・サンガレが遠目から狙ったが、こちらもマッカーシーに弾き出された。スコアレスのまま前半を折り返すと、 後半25分に試合が動エヌフォレストはコーナーキックの流れから波状攻撃で攻め込むと左サイドで回収したハドソン・オドイのクロスに MF モーガン・ギブス・ホワイトが頭で合わせるボール方向に飛んだボールを一度は菅原にかき出されたがギブス・ホワイトが再び詰めてネットを揺らしたエヌフォレストはサウサンプトンの反撃をゼロに抑えて1対0で逃げ切りに成功 今季初白星を飾った。